9Sに出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。司令部より連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス実際は速やかに排気道状態に移行してください。大丈夫。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。してよかった。俺は全部破壊してやる。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。2部にハッキングして停止させてみる。 2B 援護して。了解。
なかった。逃げるわけにはいかない。俺にとっては兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。警告、ヨルマキタイ9Sの自我データの汚染を検知、推奨早急な退避と治療。あと少し。イブの持つオブジェクトコントロール機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、失敗しちゃった。
イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。アイエス、データ信号が共鳴し合って。機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れた。アイエス、よかった。うん、こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。
僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に